沖縄で勇者をやっていた小羽倉夏目という。頑張る、よろしくな。じゃ、何？まだ終わるには早すぎるか。喋るのは苦手なんだが、身長はそこそこあると思う。血液型は O 型、住んでいたのは沖縄の南の方だ。すごく綺麗な場所だぞ。私は海が好きだ。家も海辺で、常に海と一緒に生きてきた。海で泳いでいると水と一体化しているようで心地いい。あの運命の日も海で泳いでいた。そしたら聞こえたんだ、海深くから神様の声が。そして私は勇者になった。神様からの情報では、現在の四国は未来家内のような場所らしいな。早く元の姿に戻したいな。精一杯頑張るつもりだ。好きな食べ物は沖縄そばだ。でもうどんもいけるぞ。他には、そうだな、可愛い生き物は好きだ。座右の銘なんて大層なものはないが、言ったことは守りたいと思う。勉強はあまりできない。運動は任せろ。なんだか顔が怖いと言われる時もあるが、きちんと楽しんでるぞ。ここにいる勇者たちはいいな。熱いものを持っている。そういう連中と戦えることを誇りに思う。私は中3だから、やや年上。みんなを支えていければ嬉しい。勇者としての力、水の中なら誰にも負けない自信はある。特殊環境での戦いはなさそうだが、一応覚えておいてくれ。こんなところか。あとは海が好きだ。ああ、これは言っていたか。他には、すまない。特に、ない。それでは改めて、よろしく頼む。